七クマ。あんたなんて大嫌い。いきなりそんなことを言われてるのは俺、富田圭介。相手は幼馴染の峰岸さやなだ。さやなにはこれまでいろいろとひどいことを言われてきたが、ここまで言われるとは。理由は少し前に遡る。これから実験を行うので二人一組になってください。簡単に言うよな。俺はクラスカーストの底辺にいる陰キャだから、気軽にペアになれるやつなんて。ケイスケ、ペアになれる人がいなくて困ってるんでしょ。うるせ。かわいそうだから私がペアになってあげてもいいけど。もちろん同情よ、同情。別に。その時視界に早瀬さんの姿が見えた。彼女はいつもギャル友とワイワイ騒いでるんだけど、なぜか今日は一人で落ち込んでいるように見えた。早瀬さん。え？もしよかったら俺と組まないかな、なんて。ケイスケ？普段ならギャルで陽キャな早瀬さんにそんなこと絶対聞かないけど、なんか放っておけなかった。え、うちと組んでくれるの？俺、誰も組む相手がいなくてさ。だから組んでもらえると助かるよ。ちょっとケイスケ、私が仕方なくペア組んであげるって言ってるじゃない。さやなはペア組む友達たくさんいるだろ。それに俺は同情や見下しなんかでペアになってもらいたくないから。だから同情っていうのは。綾瀬さん、実験の手順はわかる？全然聞いてなかった。はは。それじゃ説明するね。ちょっとケイスケ、話を聞きなさいよ。さやな、早くペア組んで実験始めないと遅れちゃうよ。俺がそう言ったら。あんたなんて大嫌い。こう言われたわけだ。最近さやなの俺への暴言がどんどんエスカレートしてる。ケイスケ。さやな、おはよう。たまたまケイスケと同じ時間に家出ちゃったわ。別に会いたくもなかったのに。あ、そう。だったら先に行けば？俺は遅く行くから。そんなことしたらグズでのろまなケイスケが遅刻するかもしれないでしょ。だから遅刻しないように一緒に歩いてあげるわ。はあ。ケイスケ、どこか出かけてたの？映画見に行ってた。映画？誰と？一人でだけど。まあそうでしょうね。一緒に見に行く相手なんていないものね。かわいそう。私に声かけてくれればケイスケがおごってくれたら一緒に行ってあげたのに。映画は一人で見に行くのが好きだからいいよ。強がり言っちゃって。本当は私と行きたかったくせに。はあ。あ、さやなからだ。風邪ひいたと。俺さやなより成績いいんだけどな。ま、いいや、寝よ。寝てたのに。やっぱりさやなか。やっぱりって何よ。あんたに死なれたら後味悪いから来てあげただけだし。死ぬことはないから大丈夫だよ。じゃ、これポカリとみかんと七クマアイスと冷えピタ、あとおかゆも買ってきたから作ってあげる。作ってって、レトルトで温めるだけじゃん。温めるだけでも立派な料理でしょ。自分で温められるからいいよ。ありがとう。別にケイスケのために買ってきたわけじゃないから。私に風邪うつされると困るから持ってきただけなんだからね。はあ。今まで我慢してきたけど限界だ。ああそう、さやなが俺を嫌いならもう話しかけなきゃいいだろ。何よ、私の気持ちなんて全然分かってないくせに。それは自分の方だろう。富田君、峰岸さん、授業中ですよ。すみません。席に座って実験を始めます。さやな、一緒にやろう。うん。それじゃあ早瀬さん、やろうか。あのさ、いいの？うん、大丈夫だから。よし、うまくできたね。ねえ、富田君はさやっちのカレピなの？カレピって彼氏ってこと？そ、違うよ、幼馴染。そうなんだ。
うち一面とつるんでるからあんま他の子たちのこと知らなくて。1年から同じクラスなんだっけ。うん、でもガン無視されてるし元に戻るのはむずいかも。そうなんだ。あのさ、富田くんって基本ぼっちだよね。まあそうだね。だったらランチうちと一緒に食べてくんない。え、なんで。だってうち今まで一人で食べたことないから絶対無理って思って。そっか、うん、いいよ。ありがとう。ケースケ、ランチしよ。いきなり名前呼び、ギャルの距離感バグってて怖いな。今日のさやっちとの喧嘩でも思ったけど、ケースケって陰キャだと思ったら結構ズバッと言うよね。そうかな。面白いね。うちのことはルナルンって呼んでいいよ。いや恥ずかしくて呼べないし。なんで、呼んでみてよ。え、ケイスケ、何ルナとランチしてんの。実験でペアになってもらったお礼にぼっち飯回避させてもらってんの。サヤナには関係ないし、てか俺のこと嫌いなら無理して話しかけなくていいから。な、何よ、こっちがせっかく話しかけてあげたのに。頼んでないし。綾瀬さん、気分悪いから別のとこで食べよ。うん。はぁ、あのさ、うん、さやっち、ケイスケのこと好きだと思うよ。うん、知ってる。え、気づいてんの。そりゃ気づくよ。今までめちゃめちゃ仲良かったのに、中学入ってから急にあんな態度取られて。でも今まで以上にちょっかい出されてるもん。ケイスケはそのことをどう思ってんの。迷惑。そうなんだ。え、だから冷たいの。そうだよ、だってムカつくじゃん。好きな子にあんな言われ方されたら。え、好きな子、今迷惑って。迷惑だよ、だって好きなくせしてツンデレ発動されてバカにされてんだよ。もっと素直になればいいのにって思う。でもさ、素直になれないこともあるんだよ。うちも。え、うちリサとミナといつもつるんでたんだけど、リサのスキピがうちに告白したってことでリサから裏切り者って言われて素直になれなくなってる。なんかさすがカースト上位って感じの悩みだね。うちはリサのスキピにアピったことなんてないし、みんなで盛り上がるのが楽しかっただけなのに。それに告られた時もずっともでいようよって断ったのに。それちゃんと話した方がいいんじゃない。何度もそうしようとしたけど、スルーされたりバカにしたように笑われたりして心が折れた。そっか。うちのことよりケイスケはこのままでいいの。サヤナのことは好きだけど、俺から告白したところでケイスケと付き合いたいなんて女子は一人もいないだろうから、かわいそうだから私が付き合ってあげるなんて言われそうでできないんだよな。それじゃうちが協力してあげる。え、いやいや大丈夫。させてよ、うちそういうの得意だから。得意って。ケイスケ、おはよう。早瀬さん、おはよう。え、どうしたの。一緒に学校行こうと思って。え、ルナ、ルナって家全然違う方向だよね。さやっち、おはよう。うち優しいケイスケが気に入って一緒に学校行くことにしたんだ。あれ、もしかしてさやっち嫉妬してる。嫉妬、嫉妬なんてするはずないでしょ。何言ってんの。そっかそっか、だったらよかった。それじゃあ行こっか、ケイスケ。うん、はい、ケイスケ。え、お弁当。うちが作ったの。しかも手作り。何、ギャルがお弁当作っちゃダメなの。そういうわけじゃないけど。じゃ屋上で食べよう。じゃ何、さやな。なんでもない。そう、
ねえ、ルナってリサのスキピが好きだったんじゃないの？なんで最近富田とつるんでるわけ？ルナがビッチだからでしょ。てか次は底辺陰キャの富田狙いとかウケるんだけど。ねえ早瀬さん、あんなこと言われてるけど。いいの、気にしない。それよりうちのお弁当食べてよ、うまいよ。うん、本当に美味しいでしょ。うち母子家庭でちっちゃい頃から料理してたから得意なんだ。そういえばさやなが昔うちの母さんが入院した時にお弁当作ってくれたことがあったな。そよっち料理得意なんだ。全然、壊滅的にまずくてさ。でもすごく嬉しかった。もうあの頃みたいに戻れないのかな。さやっち、すっごくケイスケのこと気にしてるよね。まあね、相変わらずのツンデレぶりだけど。でもいつか素直になれるよ。ありがとう。それから1週間が経った。ケイスケ。さやな、どうしたの？ルナが好きなの。どうしてそんなこと聞くの？それは、ケイスケが最近ルナと一緒にいるから。気になるの？そんなわけないでしょ。ただ私は幼なじみとして聞いて。でもそんな幼なじみのことが大嫌いなんでしょ？それは。だったら知る必要もないし興味もないよね。おはよう、ケイスケ。あ、早瀬さん、おはよう。行こっか。さやっちも一緒に行く？ひぃ。はぁ、あ、どうしたの、ケイスケ、元気ないじゃん。俺のやってることが意味ないことのように思えてきて。なんかさ、さやなが余計に意固地になってる感じがするんだよね。それはさやっちがうちとケイスケの中に嫉妬してるからでしょ。そうなんだけどさ、さやなはいつまで経っても素直にならないし、なんならさやなが俺を好きってのは俺の単なる妄想で嫌われてるのかもとすら思えてきたよ。何言ってんの、ケイスケ。さやっちは絶対ケイスケが好きだから自信持って頑張んな。え、何それ。え、ミナ、どうしたん。私、ルナがリサのこと裏切ってリサのスキピ奪ったって泣きつかれて、ルナのことが信じられないってリサと一緒になって怒ってたけど、最近のルナの行動が謎すぎて屋上に来てみたの。そうだったんだ。ねえ、ルナは富田と付き合ってんじゃないの？うちはケイスケの恋のジャーガールだよ。ケイスケはサヤッチがスキピなの。ちょ、バラすなって。え、じゃあリサのスキピは？告られたけど断ったよ。だってうちみんなで遊んでるのが好きだし、リサのスキピなんて取らないよ。それじゃリサが言ってたの嘘だったんだ。うちそう言ったよね。でもリサもミナも信じてくんなくて、話しかけてもスルーするし、すごい辛かった。ごめん、私ちゃんとリサだけじゃなくてルナの話も聞けばよかったよね。うん、でもうちのこと気にしてくれて話聞いてくれたから許す。本当ごめん、ミナ、ありがとう。よかったな。てかリサは？あ、実はここに来たの私だけじゃないんだ。え、リサ？ルナ、本当にごめん。私レンにはまりすぎて周りが見えなくなってた。レン、私に好きって言っときながらルナに告ったって聞いてマジギレしたの。絶対ルナがレンのこと誘惑したんだって思ってた。昨日ね、うちらレンが女と歩いてるとこ見たんだ。レンの連れにいろいろ聞いてみたら相当女癖悪いことが分かったんだよね。ルナがレンを振ったって言ってたのに信じられなくて、ミナにも自分が被害者だって泣きついて味方につけて、本当最低だった。ごめん。
ほんと最低。うちがどんだけ傷ついたか分かってんの？ごめん。これだから女の友情は男より脆いなんて言われちゃうんだよ。これからはルナのこと信じるから、ずっともでいる。やっぱりリサとミナが好きだよ。嫌われて悲しかったよ。ごめん。俺はどうすれば？ケイスケ、ランチしよう。屋上行こう。リサにミナまで？早瀬さん、もう友達と仲直りしたんだから俺とランチする必要ないんじゃない？何言ってんの？これからはリサもミナもケイスケに協力するって。任せて。自分の恋愛はうまくいかなかったけど、応援なら得意だから。これ大丈夫なのかな？ケイスケ、カラオケ行こう。カラオケ。あ、久しぶりに行きたいかも。ルナめちゃめちゃ歌うまいんだよ。ルナの美声聞いたら落ちちゃうかも。カラオケか。ダメ。あ、サヤッチも一緒にカラオケ行く？なんでケイスケを誘うの？逆に、なんでケイスケ誘っちゃいけないわけ？サヤッチ、彼女じゃないんでしょ？そ、だけど。サヤッチ行く気ないなら、行こう行こう。何歌おう。ポテトは頼まないとね。ほら、ケイスケ、行くよ。ああ、うん。サヤナ？やだ、行かないで。ケイスケが好きだから、他の女の子となんてカラオケに行かないでよ。あー、ついに言った。かわいいかよ、サヤッチ。マジキュンキュンしたんですけど。え？うちらケイスケの恋のチアガールなんだ。ちょ、それ以上は言わないで。サヤナ。え？あ、はい。俺ずっとサヤナが好きだよ。だから付き合ってほしい。え？あのケイスケがどうしても付き合ってって言うなら仕方ないから。素直になったんじゃないの？俺のこと好きなんだよね。それともカラオケ行ってほしい？やだ、ケイスケの彼女になりたい。付き合いたい。うん、よくできました。ちょ、ケイスケかっこよ。うちもそれ思った。なんかキュンってしたよね。ダメ、ケイスケは私の彼氏なんだから。ああ、素直なサヤナ、可愛すぎる。ようやく好きって言ってくれた。え、ケイスケ、私がケイスケを好きなこと知ってたの？うん、ずっと前からね。嘘。それでうちらがサヤッチを素直にさせるために、ケイスケと仲いいとこ見せつけてたの。ずるい。うん、ずるいよ。だってサヤナに好きって言わせたかったから。ずるい。でもよかった。みんながケイスケを好きになったんじゃなくて。俺なんて底辺の陰キャだよ。モテるわけないじゃん。そんなことない。ケイスケはかっこいいし、頭もいいし、優しいし、誰より素敵だもん。うわ、サヤナからそんな言葉聞けるなんて思ってなかったから。ちょ、無理、恥ずかしい。今まで意地張って素直になれなかったから、素直になるって決めたの。それじゃうちらは3人でカラオケ行きますか。だね、楽しもう。みんなありがとう。サヤッチ、今度みんなで遊ぼうね。女子会しよう、女子会。ケイスケ抜きで。なんだよ、別にいいけど。それじゃ放課後デートしよっか。うん、ずっと素直になれないツンデレな幼馴染に気持ちを伝えられずにいたけど、ぼっちなギャルに声かけたら両思いのきっかけを与えてもらった。俺だけじゃなく、サヤナとギャルたちとの友情も芽生えそうだ。
俺は相田翔馬、三亀高校に通う2年だ。レンのやつどこいんだ。リサから連絡取れないって鬼ライン入ってんだけど。いた。レンに呼びかけようとしてやめた。なぜかそこにルナがいたから。何話してんだ。俺さ、ルナのこと好きなんだよね。俺と付き合わね。は？レン、リサのカルピのくせに何言ってんの。うちとはずっともでいようよ。だからリサとは別れるって。あいつさ、嫉妬深くて束縛してくるし、めんどかったんだよね。それに俺もともとルナ狙いだったし。はあ、また出たレンの悪い癖。レンは男同士でつるんでるときはノリいいし面白くて最高なんだけど、女癖が悪いとこが最悪なんだよな。信じらんない。それマジで言ってんの。マジに決まってんでしょ。リサ、レンのことめちゃくちゃ好きなの知ってるでしょ。うちはリサのカレピなんて奪うつもりないし、レンのこと好きでもないから。もういいじゃん、リサなんて。俺と付き合ってみたらルナだって俺のこと好きになるって。うちはみんなで遊んでるのが好きだったの。それなのにこんな裏切り、ありえないんだけど。そういうのいいから。どうせ女の友情なんて男で崩れんだろ。俺がルナにいい思いさせてやっからさ。ちょ、やだ、話してよ。おいレン、やめろ。翔馬見てたのかよ。レン、お前いい加減にしろよ。しょうがねえじゃん。リサのこともう好きじゃねえし、ルナのこと好きになったんだから。本当お前最低なやつだな。リサにはちゃんと言って。リサとルナは友達なんだから、お前余計なこと言うなよ。わったわった。あー、もう本当厄介なことしやがって。俺とレン、それからもう一人、マサキの男子3人とルナ、リサ、ミナの女子3人は合コンで出会ってからよく一緒に遊ぶようになり、リサがレンに告って2人は付き合うようになった。てか俺、ルナのことずっと好きだったのに、これでこんがらがったらどうしてくれんだよ。レンからだ。リサにルナと付き合うことにしたから別れてって言ったらビンタされた。は？マジで言ってんだけど。知るか。ルナ大丈夫かな。ショーマ、おは。お、こいつがもう一人の連れ、マサキ。なあ、レンってリサと別れてルナと付き合い始めたわけ？は？ちげえし。レン、ルナに告ったけど思いっきし振られてたぞ。え、マジで？昨日ミナと電話してたんだけどさ、リサがルナに裏切られたって言ってんだよ。は？何それ、なんでそんなことになってんだよ。はよーす。なあショーマ、マサキ、これ見てくれ。朝起きたら思いっきし頬にあざできてたんだけど。ざまあ見ろ。リサやるな。お前らそれでも友達か。お前は友達でも連れでもねえ。お前がリサに変な言い方するから、ルナがリサのこと裏切ったって思われてんだぞ。大丈夫、俺ルナと付き合うことになるから。大丈夫じゃねえだろ。それにルナ、レンと付き合う気なんてねえし。女なんて強引に押したらコロッだって。最低だな。だな。ミナはリサのこと裏切ったルナのこと絶対許さねえって言ってたし、やばいぞこれ。マジか。こういう時女って怖えって思うよな。ああ。それから数日後、ルナに連絡取れなくて心配になった俺は七熊高校まで行き、正門の前で待つことにした。みんなから見られてめっちゃ恥ずいんだけど、早くルナ来てくれ。そんでさ、え、マジで？おい、リサ、ミナ。え、ショーマ？どうしたの？うちの学校の前で。リサ、ルナのことなんだけどさ。ルナの話なんか聞きたくない。ちょ、聞けって。ショーマ、うちらの仲を取り持とうとしてるんだろうけど無理だから。ルナのこと絶対に許さないし。だから誤解なんだって。ショーマ、ルナのこと好きだったでしょ。え、だからなんだよ。ルナに振られたのによくルナのことかばえるよね。
ルナは小悪魔。うん、悪魔なんだから。ショーマも騙されないようにね。違う、ルナは。行こう、ミナ。うん。ああ、全然聞く気なしかよ。あ、ルナ。え、ショーマ、どうした？お前、リサから裏切り者扱いされてんだって。さっき誤解解こうと思ってリサとミナに話そうとしたけど拒否られた。そうだったんだ。ごめん、わざわざそのために来てくれたんだ。それはお前が心配だったからなんて言えねえよな。今日は話せなかったけどさ、また俺から話してみるから。いいよ。なんで？お前らめっちゃ仲良かったじゃん。このままじゃ嫌だろ。私が二人と話そうとしてもスルーされたり、バカにされたり、笑われて心が折れた。ルナ。それにショーマが入ったら余計に嫌われるだけだと思うから何もしないで。でも俺は。あと、ショーマとマサキはレンの連れだから、二人とも落ち着くまでは会いたくないし、連絡もしたくない。え、ほんとごめん。じゃあね。マジかよ。本当に連のやつ余計なことしやがって。ルナ元気なかったよな。でも連絡したくないって言われたし。ああ、もう落ち着くまでっていつまでだよ。俺はどうすりゃいいんだよ。で結局またルナの学校に来ちまった。ちゃんと会ってルナの力になりたいって言うんだ。ル、声をかけようとしてやめ、思わず隠れた。ケースケ、一緒に帰ろ。あ、早瀬さん、帰りまで一緒に帰らなくてもよくない？いいの、うちがそうしたいんだから。そうだ、今日お弁当ありがとう。どういたしまして。また作ってあげるね。え、ちょ、どういうことだ？ルナに好きな奴がいて、あいつってこと？え、二人は付き合ってんのか？マジか。はよ。え、ショーマ？おはよう。なんかあったか？別に、ただ振られただけ。ああ、ただ振られただけって驚かせんなよな。振られた！お前こんな時でもノリいいな。振られたってルナに？そりゃこんな間の悪い時に告りゃ振られるだろう。告ってねえし。じゃあ何？ルナが男と一緒に帰ってるとこ見た。なの、普通によくあることじゃね？帰りが一緒だったとか。手作り弁当を渡してた。うわ、それは。一番ショックだったのは、相手が俺らみたいなのじゃなくて陰キャだったってこと。マジか、それ本気度高そうだな。だろう。ショーマ、マサキ、聞いてくれよ。俺ルナに電話もらいも拒否られてんだけど。当然だろ。なんでだよ、デート誘おうと思ってんのに。それはできないと思うよ。なんで？ルナ付き合ってるやつがいるっぽい。マジで？どのやつ？俺よりイケメン？陰キャだったらしいよ。うわ、マジか。あ、そうか、だから俺のこと断ったんだな。ルナの好みと違うから。あいつの好みは陰キャブサイクってことだもんな。レン、お前のこと殴ってまたあざつけていい？なんだよ、なんで俺が殴られねえといけねえんだよ。そうしねえと俺の気が収まらねえんだよ。マサキ、助けてくれ、ショーマが狂った。知らない。それから俺はルナに会いに行くのも連絡を取るのもやめた。ルナどうしてっかな。どうしてルナを好きになったのかなんて覚えてない。ルナといるうちに楽しいし楽だし、もっと知りたいって思うようになってた。でもルナは俺のこと友達としてしか見てないの知ってたから、告るつもりはなかった。俺がレンより先に告ってたらなんか変わってたのかな。いや、振られて気まずくなってただけだな。はよー。いや、今日はいい日だな。
きっしょ。うぜえな。ちょ、聞けよ。やだ。聞きたくねえ。じゃーん、彼女ができました。三亀大学に通う女子大生、花江さん。綺麗だろ。お前ルナはどうしたんだよ。え、陰キャブサイクと付き合ってるやつとか興味ねえよ。お前ってやつは、ちょ、なんだよ、まさき、ヘルプミー。知らねえ。その週末、俺はまさきと七熊通りを歩いてた。カラオケでも行く？なんでもいい。え、リサ？リサから電話ってどういうことだ？もしもし。ショウマ、ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、今から会えない？わかった。いきなり呼び出しとかどうした？実はさっきうちらレンが女と歩いてるとこ見ちゃったんだ。それでリサがレンを追いかけて問い詰めたら新しい彼女だって言ってて。俺らも昨日聞いたよ。じゃあルナとは別れたってこと？ちげえよ。ルナはリサのこと裏切ってなんかねえし。ショーマ、レンがルナに告ったとこを見てたんだって。ルナちゃんと断ってたって。お前らがちゃんと聞かないから話せなかったんだよ。え、それじゃルナが裏切ったわけじゃないってこと？それはお前らの方がよく分かってたはずじゃねえのかよ。ルナがそんなことするはずねえだろ。ごめん。連れの俺らが言うのもなんだけどさ、レンって相当女癖悪いんだ。俺リサに言ったよな、レンはやめとけって。だって好きになっちゃったんだもん。レンも好きって言ってくれて嬉しかったんだもん。好きになるのは自由だけどさ、それでルナのことを信じられなくなるとか最低だって俺は思うし、正直めちゃめちゃ腹立ってる。二人ともルナとちゃんと話した方がいいんじゃない？そうだよね。私レンが好きすぎて冷静になれてなかった。うちもリサのこと被害者だって思ってルナの話聞かずに一方的に責めてた。ちゃんと謝って許してもらえ。許してもらえるかな？知らねえ、ルナ次第だろ。怖いよ、もう友達じゃいられなくなるかも。お前らがそうしたんだろ。許してもらえなくてもちゃんと自分のやったことに責任持てよ。そうだね。ショウマも俺もさ、ルナから連絡しないでって言われててさ、俺らもショックなんだよね。ごめん、本当に。もういいよ、どうせルナには彼氏いいんだし、最初っからダメだったんだ。その後リサとミナは無事に仲直りできたらしい。でも俺はもうルナとは会うことはねえんだろうな。その時見覚えのある顔が視界に入った。あれ、あの男どっかで見たような。それからハッとした。ルナと一緒に歩いてた男だ。それが今は別の女と一緒に楽しそうに歩いてる。てめえふざけんな。お前ルナはどうした？いきなり何ですか？乱暴はやめてください。お前早瀬ルナと付き合ってたんじゃねえのかよ。あいつを傷つけたら俺がただじゃおかねえからな。やめ。ショーマン何してんの？ルナ、ケイスケに乱暴しないで。ルナ、お前こいつに裏切られたのにまだこいつのことかばうのか？裏切られたってどういうこと？だってお前こいつと付き合ってたんだろ。え、私が？ケイスケと？違うのか？ケイスケと付き合ってるのはサヤッチだよ。どうも。ケイスケとサヤナのラブストーリーをまだ見てない人は今すぐ概要欄をチェックするクマ。でも前に二人で帰ってたし弁当を作ったって。ああ、うちはケイスケの恋のチアガールやってただけ。なんだよ恋のチアガールって、ネーミングダサすぎだろ。うっせ。あ、ってことはごめん、俺いきなり絡んじまって。いえ、びっくりしたけど
早瀬さんのお友達？うん。でもいろいろあってずっと会ってなかったんだけど、まさかいきなり圭介に殴り込みかけてくると思わなかった。マジでごめん。俺ルナと付き合っていながら浮気してんのかと勘違いしまって。ちゃんと確認しないよ。悪かったって。なんかルナの気持ち考えたら感情的になって、気づいたら胸ぐら掴んでた。圭介さん、もうすみません。あ、いえ大丈夫です。もしやこれは恋の予感？それじゃ私たち失礼しますね。ルナ、ちゃんとショウマさんと話すのよ。ケンスケ、行こう。うん。二人とも本当ごめん。すいませんでした。リサとミナと仲直りできたんだって、よかったな。うん。あのさ、ショウマは二人の誤解を解こうとしてくれたり、うちの味方になってくれようとしてたのにごめん。うちあの時全然余裕なくて。別にいいよ。うち本当は翔馬に連絡しようと思ったんだけど、あんなこと言っちゃったからなかなかできなくて。いいって。うん。あのさ。何？俺ルナのこと好きだから。マジで言ってる？マジで言ってる。全然気づかなかった。だってうちら普通に友達だったじゃん。そう見せてたから。だってリサがレンと付き合うようになったらカップルプラス4人みたいな感じになって、それをルナはあんま気分よく思ってなかったじゃん。うちは友達でいたかったからちょっと寂しかったんだよね。だから俺ルナに告れなかった。そうなんだ。なのにレンがいきなりルナに告るから超焦ったし、うちも焦ったし。てかレンがいろいろかき回してくれたよな。ルナがリサとミナから裏切り者扱いされて、俺はルナの力になろうとしたのに連絡取らないでって言われるしさ。ごめん。ルナのせいじゃねえって。でも正直へこんだ。だよね。俺もうルナのダチでいるのやめるわ。え？選んで。これから俺と二度と会わない世界線か、これからも俺と会う世界線か。うちはショウマとこれからも会いたいよ。だったらそれこの先俺の女になる世界線だから。ショウマ本気なの？俺ずっとルナのこと好きだったんだ。俺これでも一途よ。うわ、どうしよう、ドキドキしてきた。もっとこれからドキドキさせるから俺と一緒にな。わかった。ルナすげえ好き。ショウマがそんな甘々とか知らなかったし。俺好きな子にすげえ甘えるし、甘えてもらいたいし。ルナそういうの嫌？嫌じゃない、むしろ好き。よかった。ショウマいろいろずるい、なんかムカつく。俺は嬉しいよ。だってルナめちゃめちゃ動揺してんもん。俺のこと意識してんでしょ？ああ、もうしてるよ、めっちゃしてる。ショウマとはずっともでいようと思ってたのに。させねえし、もう誰にも邪魔させない。ルナは俺の女にする。そんで世界一俺が幸せにしてやるんだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。